はい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 。悔しいね。3連敗は絶対避けてほしいというふうに思ってるんだけど、勝つとしたら今日の2戦目だったんじゃないかなっていうふうにね、個人的には思っておりました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、タイガース対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、まあ悔しい2連敗か、になりました。まあ非常に、阪神もね、状態が上がってきているというところで、まあポジティブなところを言えばね、相手のね、リリーフ陣をたくさん出せれたっていうところもね、ありますし、まあその、まあ、得点もね、まあ、6点というところで、まあ、非常に奪えてるっていうところがあるんですけど、やはりまあ、その、厚さであったりとか、まあ、両投手というかね、両チームの投手そうだったんですけども、やはりこう、フォアボールというところがね、結構多かった。まあ、仕方ないところもあるのかもしれないけども、ちょっとね、もう少し、防げるところはあったんじゃないかなっていうふうにはね、個人的には思います。はい。じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、得点シーン振り返っていきまして、で、スタメンの変更点などを確認していきます。で、それで最後ね、僕が気になったところを、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思いますんで、そんな感じでね、やっていきたいと思います。はい、まずじゃあね、得点シーン振り返っていきたいんですけども、僕の、胸のところら辺にね、画像を出しながら、この辺にね、出しながら、ちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。はい、まずですね、今日はすごく乱打戦になったというかね、点の、すいません、回ってないですね、口がね、点の取り合いになりました。はい。まあ、結果から言うと、まあ、6対9というところで、ジャイアンツね、負けてしまいました。まあ、阪神タイガースの勝利というところで、まあ、非常に悔しい、ゲームになっておりますと。うん。で、やっぱり、まあ、これ見てわかります通りね、1イニングにま、4点を取られてる回が2回あるというところが、まあ、すごく、まあ、勝敗を大きく分けたんじゃないかなって、まあ、誰が見てもわかるんですけど、まあ、そういう形になってます。はい。じゃあね、得点シーン振り返っていきます。まず1回裏なんですけど、まあ、その2アウト満塁から野口選手、押し出しのフォアボールというところ。で、2アウト満塁から木浪選手のセンター前ヒット。で、2アウト満塁から及川選手にもヒット打たれて、まあ、この回ね、一挙4点というところで、まあ、昨日の才木投手にもね、マルチアンダかな打たれてましたし、今日も及川選手にね、2本ヒット打たれてるのかな、うん。まあ、ヒット打たれてるというところで、まあ、非常にその相手のピッチャーに打たれてるっていうのは、ちょっとね、やっぱり防いでいかないといけないところかなというふうに思います。で、5回にですね、ジャイアンツ反撃しますと、ワンアウト満塁から丸選手の打席の時に、まあ、ワイルドピッチで1点。で、その後に、セカンドゴロで1点というところで2点返しておりますと。で、6回表にもですね、ノーアウト1、3塁からモンテスの、ファーストゴロの間に1点入れて、まあ、4対3になるんですね。この時点で1点差まで、追い上げることができたんですね、ジャイアンツ。ここが非常に良かった。ただ、6回裏、ここ4点取られるっていうのはちょっとね、地獄ですね。この6点が地獄。まあ、ただ、6点じゃない。この4点が地獄っていうところ。で、まあ、やっぱり、ワンアウト1、2塁から、これ、中野選手、これ、ライト戦にね、ヒット打たれた、ツーベース打たれたんですけど、これね、なんでこれカズマ、まあ、後で詳しく言うんですけど、なんでカズマ、ポジション前にやってたんかなっていう。まあ、これ、あくまで結果論になってしまいがちなんですけど、多分おそらくワンアウト1、2塁なんで、まあ、セーフティーとかをちょっと警戒してちょっと前にやってたんかなと思うんですけども、これ確かカウントがね、ワンボールかなんかだったと思うんですよ。だからもうね、ないかなっていう、セーフティーはないやろなって、1球目の打ち方的にね、うん。って思うので、なんでこれ後ろを下げへんかった後ろ下げるとまでは言わないけど、もうちょい後ろやったら、これ多分取れてたと思うんですね、正直ね。うん。で、2アウト2、3塁から佐藤選手のこれライト前ヒットでもまあ、追加点と。で、ここですよね、ここもですよね、2アウト1、2塁で野口選手のセンター前ヒット。まあ、これも、もうちょい二遊間寄りに、寄ってたら、取れたんじゃないかなっていう打球。まあ、これも結果論になってしまうかもしれないけども、まあ、引っ張り、切れるような打席の内容ではなかったんで、うん。もうちょい二遊間に寄ってたら取れたんじゃないかなっていう形はね、正直ちょっと思いました。はい。で、7回裏にですね、2アウト2塁から吉川選手のセンター前ヒットで、1点と
いうところですけども、7回裏に2アウト2、3塁から森下選手のショートへの内野安打で1点追加点されると。で、最後に8回表にですね、ワンアウト1、2塁からオコエ選手のセンター前ヒット。で、ワンアウト2、3塁から門脇選手のファーストゴロで、2点を加えるも、まあ、万事休すと。6対9で負けておりますと。はい。じゃあちょっとね、次、スタメンのね、変更点などを見ていきたいと思います。この辺あたりにね、ちょっと画像を出しながら、ちょっとね、見ていきたいと思います。まずは、阪神タイガースから見ていきます。はい、昨日からの変更点はね、あまりなくてですね、昨日、7番に、6番に、レフト、前川選手入ってたんですけども、今日は6番、レフトに野口選手入っておりますと。で、昨日キャッチャーが、坂本選手で、そのまま、昨日は梅野選手か、梅野選手で、今日は坂本選手が入っておりますと。で、今日はですね、及川選手というところで、まあ、基本的にあまりオーダーは変わってないなっていうところ。うん。まあ、野口選手も、まあ、相手がね、ジャイアンツ、グリフィンがピッチャーなんで、まあ、右を当ててきたんじゃないかなっていう感じですよね。で、対するジャイアンツはですね、まあ、守備位置がちょっと変更しておりまして、昨日、レフトで出てた、岡本選手が今日ファーストに入っておりまして、で、モンテスがね、5番に、昇格しております。昨日6番だったんですけども、今日は5番で出てます。で、大城さんが昨日ファーストで出てたんですけども、今日は、カズマがファーストに入っておりまして、で、昨日、8番に入ってた、出口選手が今日は6番、ショートに入っております。で、昨日山崎伊織投手で、今日はグリフィンというところで、まあ、ジャイアンツからしたら、やはり山崎グリフィンっていうところね、明日の戸郷というところですけども、やはりそこでね、ローテをある程度やっぱ固めてるんでね、やはり3連敗は絶対避けないといけないなっていうところはね、正直ありますと。うん、ただ明日ビーズリーがなんか、だったと思うんで、まあ、こんだけ打ててないんでね、ビーズリーを。まあ、果たしてそこでどういう試合展開になるのかっていうのは、明日もね、興味深いなというふうに思います。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、あ、ここがプロの技だなとか、あ、ここはちょっとな、みたいなところもね、できるだけ分かりやすくね、伝えていきたいと思います。はい、まず、1回裏見ていきましょうか。うん、まあ、グリフィンの立ち上がりの回になるんですけども、まあ、非常に、苦しいピッチングになりましたと、1イニングからな、初回から。うん。で、先頭の近本選手に、まあ、レフト前ヒット打たれて、村上選手バントを決めますと。で、ワンアウト2塁から、森下選手にもレフト前ヒット浴びると。で、ワンアウト1、3塁で佐藤選手を空振り三振。まあ、これ良かったですよね。で、ツーアウト1、3塁から、これ、大山選手、フォアボール。で、野口選手にもフォアボール。この2者連続フォアボールがね、ちょっと痛かったなっていう感じがしますと。で、じゃあちょっとね、ここ配球チャート見ていきたいと思うんですけど、ま、ツーアウト満塁で、木浪選手の、まあ、センター前ヒットのね、タイムリーなんですけど、結局、まあこれね、まあ先ほど言ったように、大山選手と、まあ野口選手にフォアボール出してるんで、まあピッチャーからしたらストライク取りたいじゃないですか。で、木浪選手バッター来ますと。で、ストライク、初球ね、ストレートでストライク取って、で、2球目のスライダーが結構抜けて、体の近く行くんですよ。うん。で、やっぱり先ほどのね、2者フォアボールもあるから、絶対次取りたいよって、早く追い込みたいよっていう気持ちが働くんでね、ここでまっすぐ行くんですけど、これを、まあちょっと甘めのまっすぐなんですけど、これを木浪選手に狙い撃ちされるっていうところで、まあ結局、まあフォアボール2つ出してるんで、ストライク欲しいから、まあストライク取りに行ったというかね、ストライク取りに行ったまでは言わないけど、うん、ストライクを取れる球種で取りに行ったっていう形なんで、そこをね、うまく打たれたなっていうところは、正直あるんじゃないかなって思います。で、ツーアウト1、2塁から、まあ、坂本選手にもここ、フォアボール出したでしょ。で、ツーアウト満塁で、及川選手に、これ、レフト前ヒット打たれて、まあ、2人目のランナーはね、ホームで刺したんだけど、まあ、これもね、まあ、やっぱり結構、防げる、まあ、及川選手もね、まあ、バッティングはいいのかもしれないけど、ピッチャーからしたらね、やっぱり出した、野手と比べると、絶対打撃が劣るわけですから、ここをやっぱりね、しっかり抑えていかないといけない。うん、ピッチャーに打たれるってことは、なかなか、厳しいというかね、うん。しんどいので、やっぱりセリーグにおいてね、ピッチャーに打たれるっていうのはしんどいんで、まあ、たまにはあるかもしれないけど、やっぱりピンチの場面であったりとかね、そういったところで打たれないようにしていかないといけないと思います。はい、でですね、僕が気になったところは、これ2回表のね、ワンアウトから伊豆内選手の、レフト前ヒットを打ちまして、それで2塁狙って2塁でアウトになるんですよ。これにちょっとね、僕苦言というか、ちょっと勝つというかね、入れたいんですけど、なんでこれ2塁、たのかなって、正直。なんでかっていうと、まあ、初回に4点取られたわけじゃないですか。で、点を取られた時とか、点差が開いてる時って、まあ、考え方として、やはり、1点1点で取りに行くのも大事なんだけど、やはりある程度塁に出て、塁を貯めて、
ドカンっていきたいっていう考え方があるんですね。うん。だから、点差がある時っていうのは、ランナーを埋めてというかね。うん。ランナーを貯めていくっていう考え方がね、一般的なんですけど、ここで、まあ、二塁狙うこと。これ自体は悪くないんだけども、アウトのなり方というかね。うん。100% いけるよって。まあ、100% とは言わなくても、まあ、90% 以上はまあ、行って、80% 以上かな。80% ぐらい行っても、もう、セーフだろうっていうところだったら行っていいと思うんですよ。ただ、このアウトのなり方が、普通に余裕でアウトになってるんですね。だから、これは行くべきではないんですね。例えば、もっと足の速いランナーで、スイスイセーフになるんだったら、余裕でセーフになるんだったら、全然行っていいと思うんですけど、これで、4点差の場面で、これランナー貯めていきたいよっていう風なところになってんのに、これで2塁狙って、間一発アウトだったらまだ、まあ、ってなるけど、普通にアウトになってるんで、これはちょっとね、野球知らんのかなっていう風に正直、ちょっと思われても仕方のないようなプレーかなっていう風に思いました。はい、ちょっと厳しいですけどね、すいません。はい、で次、5回表行きましょうか。ちょっと飛びますけどね、5回表行きます。はい、この回ね、ジャイアンツが2点取った回なんですけど、まあ非常に、右バッターがね、いい形で、働きをしたんじゃないかなと思ってて、まあその実況とか解説なんかを聞いてると、まあ及川選手、左バッターに対しての、被打率が非常に、低い。だから被打率が高い。うん。だから、左バッターに結構打たれてるんですね。で、逆を言うと、右バッターに対して、打たれてないっていうのがあるみたいなんですよ。で、なんですけども、そのデータから言うと、やっぱ右バッターってなかなか打てないよなっていう風な形になってる、なってくるんですけど、ワンアウトから岸田選手がセンター前ヒット、オコエ選手が、センター前ヒットというところで、右バッターがそこでいい活躍を、いいチャンスを作るっていうところが非常に大きくて、で、ワンアウト1、2塁で、ピンチヒッター大城さん出てきたんですけども、これも、まあその普通だったら右バッター出すと思うんですよ、及川選手ね。普通のセオリーで言ったら左対右とかいうセオリーだったら、右バッター出すんですけど、ここで大城さんを出すと。で、大城さんフォアボール出すと。で、ワンアウト1、2塁から丸選手のね、2球目に、ワイルドピッチあって、で、セカンドゴロでまあ2点目取ったというところで、やはりこの左バッターが、ね、なかなか、打ててないと。いうところで、非常に、まあ、右バッターがね、右バッターが打ててないというところで、そこでね、岸田選手、小越選手がね、しっかりチャンス作れたんで、良かったな、というふうに思います。はい。まあ、左対右とか、あんまりこう、セオリーのまま当てはめるっていうのもどうかなと思うのでね。うん。僕はね、そういう考え方です。はい。で、6回表いきます。はい。この6回表、6回表、まあ、点取る回なんですけど、ここでね、もう1点取れたらね、面白かったなっていうところありますと。で、まあ、先頭ヘルナンデスが、まあ、ツーベース。で、カズマがノーアウト2塁から完璧にね、ライト前ヒット打ちに行ったというか、右方向狙いに行って、ライト前ヒット。うん、非常にナイスバッティングだと思います。で、ノーアウト1塁でモンテスがファーストゴロ。これで1点入りますと。で、泉口選手がワンアウト二塁から、ファーストゴロを打って、ランナー進塁させて、ここでツーアウト三塁で岸田選手、まあ、ショートゴロというところで、まあ、いいボールでしたけども、まあ、非常に、ここでね、4対3で、ここで4対4まで追いつけてたらね、非常に面白かったなと思うんですけども、結局ね、ここが、点が取れなかったっていうのは非常に大きかったんじゃないかなと思います。で、ここですよね、ここ、結構ね、長くなりそうなんですけど、6回裏ね、まあ、この回4点取られた、回なんですけど、ちょっとね、先ほど冒頭でも言いましたように、ポジショニングであったりとかっていうのも見直していくべきなんじゃないかなと思うので、ちょっとそれもね、踏まえながらお話していきたいと思います。まず、坂本誠志郎選手に、センター前ヒット打たれますと。で、ノーアウト一塁から代打の糸原選手にも、これもね、完璧にね、右方向狙いに行った打ち方、されて、引っ張られますと。ライト前ヒット打たれて、ノーアウト一塁で、近本選手が、見逃し三振したんですね。うん、結構あっけない感じで、多分狙い球を完璧に張ってて、2ストライクボールからね、張ってたんだけど、全く違うボールが来て、もう普通にもう真ん中付近、インコースのちょっと甘いぐらいのボールだったんだけど、普通に見逃して三振して帰ったんですよ。これ、どういうことかっていうと、まあその、キャッチャーからしても不気味なとこあるし、まあ阪神ベンチからしたらですね、得点圏打率がね、めちゃくちゃ高い、近本選手が普通に三振して帰ってきたんで、見逃し三振して帰ってきたんで、非常にちょっと嫌な雰囲気というか、あ、やばい、点取れへんかもっていう感じの雰囲気になるわけですよ。で、ここで、ワンアウト一、二塁で中野選手にこれね、まあ、ライト線というかね、ファーストの横を抜かれて、ツーベース打たれるわけですけど、ここのね、先ほども言いましたように、ポジショニングね、ちょっと浅すぎるよ。浅すぎる。うん。
なんであんな前に出てたのかって、セーフティー警戒してたのか、ちょっとそれはわからないけども、これね、ツーシームでボールになって、2球目のツーシームをこれ打たれてるんですけど、これね、もうちょっと後ろ守ってたら、絶対取れたい。カズマの守備力だったら絶対取れたんですよ。なんであんだけ前に守ってたのかがちょっとわからないというかね。うん。まあおそらくベンチの指示だったと思うんだけど、そう、なんであんな前に守ってたのかがちょっと謎でした。正直ね。うん。で、森下選手、ワンアウト2、3塁から、空振り三振取って、で、ツーアウト2、3塁から佐藤選手にね、これライト前ヒット打たれると。で、ツーアウト1塁から、まあ、大山選手にデッドボール当てて、で、ここですよね、ツーアウト1、2塁で野口選手のセンター前ヒットタイムリーなんですけど、これも、確か2ボールで、2ボールから1球ファール打ったんですね。ちょっと振り遅れたような形で、ファーストの方にファール打ったんですよ。で、まあ、これ非常に難しいとこなんだけど、今のファール見たら、多分、三遊間に引っ張れないなっていう風なところは感じると思うんですね、正直。で、次、確か2球、2ボール1サイから、インサイドの、インサイド寄りのボールを、まあ、センター前ヒット打ったわけですけども、まあ、これはすごく難しい。すごく難しい意見だけども、このファールを見て、ツーボールからのファールを見て、伊豆口選手が、あ、これ引っ張れないから、ちょっと二遊間寄りに守っといた方がいいなっていう風に思ってたとしたら、これ多分防げてたと思うんですね。別にミスでもないし、これはすごく難しい。プロでやってもすごく難しい判断。小山お前結果論で言ってるだけやろっていう風に思われるかもしれないけども、その、ちょっとしたその振り遅れとか、うん、これ引っ張れないやろって、引っ張って三遊間のヒットはないやろって、もし、伊豆口選手がこう、ピンと来てたとしたら、ちょっと一歩でも二歩でも、二遊間寄りに寄ってたとしたら、このセンター前ヒットはなかったですね。うん、だからこれは非常に難しい。別に批判する必要もないし、批判してるわけでもないんだけども、これがもし、そういう風に感じて一歩二歩、二遊間に、伊豆口選手が寄ってたとしたら、これね、止めれてたと思うし、さっきのね、中野選手のこれ、ファースト戦のやつもそうだし、野口選手のこれ、センター前ヒットもそうだけども、打ったね、バッターはもちろん、すごいんだけど、巨人の、守備位置っていうところね、もしかしたらこう、なんて言うんだろう、気づけてたりとか、してたら、これは点防げてるのか、防げてたかもしれないんで、そこをね、ジャイアンツできてたら、多分もっと強いチームになると思うし、もっといい選手に、なると思うので、二人ともね。そこはね、ちょっとね、僕も見てて、キャッチャー、一応キャッチャーやったんで、出身がね、あ、これ、例えば岸田選手とか結構守備位置こうやって動かすじゃないですか。あれってめちゃくちゃ大事で、キャッチャーが動かすのもそうなんだけど、キャッチャーが感じて動かすのももちろん、いいんだけど、野手がこのファール見てこっち飛んでこなさそうやなとか言って動くのもめちゃくちゃ OK なんですよ。めちゃくちゃありなんですよ。だからそれが吉川選手とかはできるからあんだけ守備範囲広いんですよ。わかります？直樹さんって、足が速かったりとか、グラブさばき上手いから、守備範囲広いよねっていうのももちろんあるんだけど、それだけじゃなくて、守備の感というか、あ、このファールと、このピッチャーと、このバッターのスイング、力関係だと、こっちには飛んでくる可能性が少ないなとか言って、ちょっとずつポジションを微調整してるから、予測も含めてね、あんだけ広い、守備範囲ができると思うので、そういったところで、伊豆口選手であったりとか、まあ、門脇選手もそうだけども、ね、ショートというね、まあ、守備の要のポジションを守ってるわけですから、それが、もっとね、大胆に動いてもいいと思うし、そのね、直感が外れることも多々あると思うんだけど、そこがね、できると、こういう今日のね、ような、ギリギリの場面の時に、チームを救えれると思うので、うん、だからそういうところは吉川選手とかを参考にして、学びながらね、やったら、多分ジャイアンツはもっと守備の強いチームに、いいチームになるんじゃないかなって僕は思います。で、次、7回表行きましょうか。まあこれ、点を取った回なんですけど、まあ漆原投手が出てきてね、ワンアウトからピンチヒッターの門脇選手がショートへの内野安打で、丸さんファーストゴロで、ツーアウト2塁で吉川選手センター前ヒット。まあ直樹さんも状態すごくいいですよね。うん。で、ツーアウト1塁からヘルナンデスがフォアボールで、ツーアウト1、2塁でここでピッチャー石井投手が出てくると、岡本選手のためにね。うん。で、まあ、ライトフライに打ち取られるんだけど、まあ、その負けたんだけど、こうやって、ピッチャーをね、すごく引っ張り出せたっていうのは非常に大きかったんちゃうかなと思います。で、ここちょっと、行きましょうか。7回裏ね。これちょっとまた点取られた回なんですけど、ちょっとね、
ちょっと思うところがあってね、いろいろこれ話したいんですけど、まあ、この2アウト1、2塁という場面でね、森下選手にこれショートへの内野安打打たれると。で、まあ、ストレート、インハイのね、結構危ないボール行って、で、2球目もインサイド行って、ちょっと危ないボールになって、で、まあ、スライダーでストライク取って、スプリットをね、まあ、内野安打打たれるんですけど、まあ、ここで、よく2球目、インサイド行ったなっていうところありますと。すごく、やっぱり顔元にね、バーンって行って、やっぱピッチャーからしたら怖い。デッドボール当てたり怖いし、バッターにもね、やっぱりこう、当たったり、頭とか当たったらね、何が起こるかわからないんで、ちょっと怖いっていうのはあるんだけども、ここで岸田選手が2球インサイド行ったっていうのはすごいなと思いましたし、平内投手もね、ちょっと荒れてしまったけど、そこを、ね、3球目からしっかり修正できたっていうのは大きかったと思います。ただ、最後ね、スプリットをね、よくね、森下選手あんだけ2球、川本この危ないところ投げられて、よくね、これでついてったなと思います。これすごい、森下選手が上手いというかね、根性で打ったというか、すごい、気迫を見せた打席だったんちゃうかなと思います。で、まあ、2アウト1、3塁で佐藤選手のね、時に、まあ、2ストライクになって、まあ3球目にストレートをボールで外してね、スチールをまあアウトにしたわけですけども、まあ今年こういう場面ね、まあスチールしてくるだろうというようなところで、しっかりね、外したりとか、いい体勢を持って、盗塁をアウトしてるっていう場面ね、岸田選手すごく多いんで、非常にね、なんていうの、展開であったりとか、相手の作戦であったりとか、そういったところを読みながらね、いい配球というか、いい外し方ができてるんじゃないかなと思います。で、8回表ですね、まあ、その、ランナー1、2塁から、ワンアウト1、2塁から、オコエ選手のセンター前、2アウト2、3塁から、門脇選手の、ファーストゴロというところで、まあ、得点2点奪うんですけども、まあ、そこまでというところで、最後ゲラにね、投げさせて、投げさせられてというかね、投げてきて、最後負けてというところです。はい、まあ、ちょっと、まあ、今日何がお伝えしたかったかっていうと、お前なかなか話しすぎやろってところなんですけど、まあ、結局、あの、ポジショニングね。うん。まあ、あの、結果論で言ったら、もう結果論なんよ。正直結果論なんよ。じゃあ、お前、それ、寄ってて、例えば、さっきの伊豆口選手のやつだったらね、二遊間寄ってて、じゃあ三遊間行ったらどうすんねん。いや、そら無理よ。うん。そら、まあ、外れました、すいません。で、僕はいいと思うんですよ。でも、やっぱ根拠とか、なんて言うんだろう。うん、バッターの振りとか見たら、こっちに来る可能性って少ないよねっていうのは、やっぱり感じると思うんですよね。だからそれを、自分の意思を持って、一歩二歩動けるのかどうかっていうのは非常に大きいと思うし、まあ、カズマの場合も、あれは多分おそらくベンチの指示でちょっと前、ファーストの前に、ランナーの前ぐらいに行けっていうのが多分出てたんで、まあ、それはベンチの指示なんで仕方ないと思うんですけど、でも、あの場面で、もうセーフティーはないだろうって、うん。思うんでね。バンドないだろうと思うんで、あれもう一歩、あ、だから、走者の後ろとか、もうちょい後ろだったら絶対取れてるんで、だからあれは、ミスではないけど、防げるミスかなと思うし、まあめちゃくちゃ細かいところだと思うし、別に結果的になんかこの、お前の主観的な意見やろって思われるかもしれないけども、でもこれはほんまに大事で、ポジショニングとかね。うん。本当に、なんか、あ、ポジショニングがハマって、今日勝ちましたっていうゲームって、あんまりないけども、でも、143試合か、やってたら、絶対数試合はあるから、ポジショニングで勝てたなって、今日はあのプレイで勝てたなっていうのはあるから、そこをね、伊豆口選手が、まあ1年目とかなんでね、すごく難しいと思うんですけど、まあこんだけ試合入れてるんでね、自信持って、自分の直感というか、感性を信じてね、ポジションをね、動いてもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はちょっと難しい話、になってしまいましたけども、まあその、3連敗は避けたよね。明日ビーズリーか。どういう対策、今、コテンパにやられて、どういう対策を練ってるのかっていうのは、まあ明日ね、試合見てみたいと思うんですけど、まあやっぱり、阪神もね、手強い。やっぱり、去年優勝してるだけあるし、打線もね、非常に上がってきてるっていうのがあるんで、あの、手強いなって思いますから、うん。まあセリーグは団子なんでね、なんか、あの、貯金がめちゃくちゃあったから、ジャイアンツ安泰やみたいな感じでね、思ってた、僕もちょっと思ってたところあるけども、しっかりね、やっぱりこう、最後までね、ハラハラさせてくれると思いますし、あそこでね、一歩抜け出すか抜け出さないのかっていうのは、やはりこの明日取れるか取れないかみたいなところも結構大事になってくると思うんでね、3連敗するのかしないのかっていうところはね、うん、同じ相手に何回もやられ続けるのかっていうところはね、非常に大事だと思うので、絶対明日はね、やり返してほしいなというふうに思っております。
はい、そんな感じで今日は終わります。いつもありがとうございます。これもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わります。じゃあ、バイバイ。